準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何、私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？いない。じゃあみんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。みんな、新しい ID は持ったね。へい、姉の。行くぜ、野郎ども！よっしゃ、飛ばせ！了解っす！聞こえる？ああ。上に行く理由、リックスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ？魔鋼が誘爆した。通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ？偽造 ID で身元はバレないけど、こんな時…リタイアか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで違うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。残念。何の話だ。運転勝手に採点するな。クラウドはもっと上手いと思ったのに。タンデムは慣れてない。次、クラウドが後ろね。嫌だ。じゃあ、次も私が後ろってことで。ほら、見えてきた。
あそこから行くよ。
この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。はあ、番街の社宅地区、うちの親死んだのに。おいで、行っちゃった。なかなか手ごわいっす。何倍も給料もらってんだろうな。見て、たまにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住人。ピザ出るかな、ミッドガルスペシャル。ジェシーのお袋さん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。家の裏手で待ってて。ああ、分かった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら。裏口を開けると廊下があるの。ビクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は。ジェシー主演。マコーロの整備担当だったんだ、うちのパパ。
完了。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。ジェシーの親父さんいたろ？ああ。魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで、ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力して、ショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前に。お父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはてめえの妻。あ、それは俺たち興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。静かっすね。この奥が広場のはずだな。待て。広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。いい感じや。行け。これで。どうってことない。
とまずは様子。やるのは俺一人。俺ら仲間っすか。面倒はね。準備がある。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。調子でお腹がなりそうっす。あんた確か召喚マテリア持ってるよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか？上にもいる！新たに侵入者を発見！どういうことだ！二人前に片付ける！集中していく。切り替えよう。手っ取り早く。強敵変更！それ！ハサミ撃ちしたら！まで食らいつけ。Thank you.
報酬は後だ。
力の勝利っす。決力の勝利っす。来い、受けて立つ。はい、ただ畳みかける。よし、やってやる。しっ、行け、いけるじゃないか。まず、このままではいつでも来い。これが俺の限界か。力の勝利っす。受けて立つ。やっ、畳みかける。さあ来い。揺さぶっていく。このままでは余裕だ。行くぞ。書き直す。やって、よっしゃ、はっ、見極めた。切り替えよう。あっち、受けてやる。やっ、遅いな。見せろ、これが殲滅だ。まあ、限るじゃないか。で、覚悟はいい。もっと感じさせてくれ。レッドゾーンまで振り切ってみようか。余裕だ、受けて立つ。
満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。
がいて。サブさん、速やかに敵を排除せよ。繰り返す。正面突破は無理だ。裏から待つ。ブレッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないな。深夜の警報でソルジャーには分からないか。騒ぎ始めている。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶ。お疲れ。こっちこっち。襲撃のことが公に。
態だ。自宅待機命令も出ている。ここまで来れば安心。ついてからの本番も無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなる。お前、この話は。クラウドさんもピザ食べたかったってね。何？なんか怪しくない？おいおい、それはピザは食べたいよな。ああ。ふーん。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。多分ここに。ジェシーたち、もう帰ってるかな。さあ、二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。変な影が瓦礫通りに来たか。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。クラウドさん、研究へのさらなる続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。攻撃のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。ここがビックス。そうか、また半…ああ意外だな。ちょっと心配さあ、次はジェシンチッス。ミッドガルを出ていくから。ここがジェシー。役者志望の女子たちと暮らしてるから、変な気を起こしちゃダメですよ、兄貴。あ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本何の女はみんな大女優っす。男は立ち入り禁止ですってば。スラム住民にもできる魔法炉の秘密の仕事。明日5番目。よしよしよし、ほらニャル、すぎちゃダメっす。兄貴、ね、見分けがつくの？もちろん、家族だから。なるほど。
明日5番目スラム住民うわやっぱりクラウドそろそろ来る気がしたんだじゃあはいこれご苦労様何でも屋さんそれから特別なご褒美わかったから離れてくれじゃあわかった考えておくやったーじゃあとっておきのピザ焼いてあげるこの先は危険だ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 の何でも屋のおかげで体験の注文が増えまくったするみたいだな。そんなあんたにとっておきのアイテム。店まで急ぐぞ。そこ。チッ。ゲラッ。引き直す。グラッ。畳みかける。そんなに
せるか。やるしかないね。
また舞台に出またチャンスはある。あ、慰めてくれてる兄貴。みんなを頼むぞ。出たらしいな。さあ行こう。もういないんだろ。ティファ、え、緊張してるだろ。ありがとう。よし行こう。
仕事頑張ってね。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。息子のように旅立つのです。心に強い思いを抱いた若者たちの街に、せっかく列車が動いたけど、行くべきか。列車墓場の封鎖を解く。上の花を、息子が街を出るなんて言って旅立っていったんだけど、忘れ物がいっぱいあるの。届けてあげなくちゃいけないわよね。あの子、枕が変わると眠れないのよ。お気に入りの歯ブラシも忘れていっちゃって、きっと旅先の宿で気づいて悲しがってるわ。今回の取引はもう無理だな。それどころじゃないわ。戦争がどうこうって噂まで。旅立つ若者を見送るのが年配者の役目。分かっていても、息子がいなくなるのは少し寂しいものですな。実は妻と共に息子を見守る旅に出ようかと考えている。運休にしないのは死んだ魂ってやつ。死んだ運休に負けたらどうなんだ。魔法なしで生きていける。それとのやつ逃げてしまう。準備はできてんだろうな。ビックス、もう。乗客の皆様にお伝えします。